暗くて見えない。ちょっとカード差しますね。よし、はい、着きました。すごい久しぶりですね、本当久しぶり。今回も東横インめちゃくちゃ久しぶりの宿泊になりますけど、まあ、どこかと言いますと、見えるかな。お、ちょっと開かない。よし、うほほー、ちょっと見てこれ、ほら、ほら、じゃーん。はい、ここはですね、新潟県の上越妙高です。初めて来ました。その駅の目の前にある東横インに宿泊します。今日はバブレッシュも目の前じゃん。駅の目の前じゃない、最高じゃん。これちょうどそこの、これ高架ホーム、これが新幹線ホームです。北陸新幹線です。はあ、だいぶね、結構見えるかな、これ結構紅葉進んできてますね、だいぶ。よし、というわけでここに一泊するわけですけど、ちょっと見えるか、あるかな。あ、ちょっとあれ、なかったか。あったあったあった。はい、今回ねこれ使ってますから、鉄道開業150年記念の JR 東日本パスということで、これすごいですよね。新幹線も特急列車も乗り放題なんですよ。で、指定、あ、自由席はね、で指定席は4回まで利用可能。もう当然この4回分全部使っちゃいましたけどね。これで 22,150 円です。これで乗り放題です。やばいです。めちゃくちゃ。あの、遠くに行けば行くほど、そして乗れば乗るほどお得なんで、当然 JR 東日本内だけですけどね。この上越妙高駅あるでしょ、ここがね JR 東日本の最後の駅なんですよ。こっから先の次の駅の糸魚川からはもう JR 西日本なので違うんです。もう使えないです、このパスは。あと富山とか金沢方面ね、そっちはもう違うので、この上越妙高が最後です。で、そのちょうどこの上越妙高駅に来たかったので今回来ました。いや、ちょっと久しぶりの東横インなんでね、ちょっと見てみますか。ベッドはとりあえず、ベッドはいいでしょ、こんな感じ。もう広くていいね、やっぱ東横インさんは綺麗だし。電気ケトル、ゴミ箱、おし、ちゃんと電源もあるからいいな。よし、あ、こっちにも電源あるね。ちょっと久しぶりだから、ちょっと、はい、テレビもちゃんとインチも大きめだし、はい、冷蔵庫、これ電気入ってるのかな、入ってるね。よし、あとはこっちがハンガーと、まあファブリース的な、ちょっとユニットバス見てみますか。どれだろう、これか。あ、十分十分、もういつおなじみのちゃんと綺麗ですから大丈夫です。 OKOK、 問題なし。あ、このホテルはあれだね、湯船浅めのお風呂でした、ここ。自分基本シャワーだからいいんですけど。よしよし、はい、ちょっと閉めましょうか。なので今回は、まず秋田を11時7分の小町22号で大宮で降りて、でそっから何時だったっけ、
大宮にね2時39分とかに着いて、その10分後の2時49分に白鷹、北陸新幹線の白鷹567号に乗り換えて、でようやく今ここに来たわけです。あ、やっぱ景色がいいな。あっちにはアパホテルもあるよ。今の時刻は4時40分。だいぶもう日も短くなってきたんでね、初めて来たけど、まあやっぱいいですね。ここで もうすぐ今これからね、まだ外出しちゃうんで、これからね、今5時になるからね。なので本当にこのこれね、本当にお得なんで、ぜひ皆さんも、もう本当にあ、なんだっけ、使える期間があまり長くないんで、確か10月27までしかこれやってないんで、でこれ申し込むときはその、なんていうの、3日前までに申し込まないとダメなんですよ。切符を受け取るのは全その当日でもいいんだけど、あの3日間です、3日間乗り放題なので、自分はこの日付にしてます。今日16日です。まあ、自分は明日でも帰るんですけどね明後日仕事なんで。というわけで今日はこの上越妙高、あ、東横院、上え東横院の上越妙高駅前、西口駅前かに一泊して遊んでいきますということで、これからお出かけしますんで、それではこれで失礼します。バイバイ。